ほとんどね遅れることないですね。色を変えても遅れません。音はめちゃくちゃいいです。こんにちは、戸田悟です。今回はベルの XPS1313 ですね、 2-in-1、紹介していきたいと思います。サーフェイスプロスタイルの、まあ、手軽でね軽量なタブレットタイプのパソコンとなってます。性能もなかなかですよ。ぜひご覧ください。今回は視聴者の方からリクエストをいただきました、こちらのパソコンをねレビューしていきたいと思いますが、デルのですね XPS1313 2-in-1 です。 XPS13 の 2-in-1 ですね。まあ見ても分かりますように、 Surface Pro タイプの、まあ、タブレットとしても使えるね 2-in-1 パソコンとなっています。スリムでスマートでかっこいいですね。でこれディスプレイがね、まあ後で詳しくお話しますけれども、ディスプレイがですね13インチですね、13インチの3:2:3K です。 2880×1920 ドットということで、非常に緻密で美しいディスプレイを搭載しております。ということで詳しくレビューしてまいります。まずは中に入っているものを紹介していきます。本体と今キーボード兼用のカバーつけてます。これ後でね紹介します。で AC アダプターちっちゃいですね。長さがあるのでね、トータルではちょっと大ぶりに見えますけれども、 45W ですね。こちらがね、はい 45W です。コンパクトでいいですね。でさらに、はい、ペンが付属します。これもね後で紹介します。標準でペンついてくるのいいですね。でタイプ C とタイプ A の変換のアダプターがついてきます。つまりタイプ A 端子はないっていうことですね。で僕がね気になってんのこれなんですけど、イヤホンヘッドホンもタイプ C からの変換でつなぐんですよ。これがねちょっと僕この製品の、まあ、さのっけから恐縮なんですけれども欠点だと思っていて、最近ねオンライン会議でヘッドセット使う人多いじゃないですか。ちょっとねそれをね変換アダプターがないとつなげないっていうのはちょっと気になるところですね。今ですねこちらカバーがついてます。このカバーがフォリオキーボードという形になってまして、中にねこういうふうに、はい、まあ、iPad とかとね同じ感じですけども、こうやってキーボードがついてます。で結構ね優秀なのがここがね磁石になっていて、こうやってつけて角度調整するんですけど、これがね任意の位置にこうやって動かせるわけですよ。なのでまあある程度に限られますが、ちょっとこう角度調整ができるのがいいかなと。2段階3段階ぐらいですかね、角度調整ができるのがいいなと思っております。でこちらを立てて開けるとこんな感じで使えますね。はい、まあこれはね Surface Pro のおなじみのスタイルとなってます。で今ですね僕の顔認証してログインできました。早かったですね、素晴らしい。さらにこちら電源ボタンにも指紋センサーがついているので、タブレットとして使うときは、まあ、顔認証でも指紋センサーでもいいしと。でマスクしてるときは指紋センサー使うという形で利用可能です。はい、でこちら注目していただきたいんですが、カメラの部分このカバーがねへこんでます。でまあ使うときはこれこういう形になるのでカメラにね影響しませんし、持ち運ぶときもカメラの部分がうまくへこんでる。まあメーカーさんもよく考えますよね。大変ですね。カメラのねところ穴開けの形ではなくて、こういう形で、カメラが使えます。それではまず本体のみの重量を計測しましょう。 759g ですね。はい、一応カタログ値では最小重量で 736g となってます。モデルによってねちょっと変わってくると思いますが、まあ13インチでこんなもんもうちょっと軽くしてほしかったなと個人的には思いますけれども、まあまあ妥当、妥協できる線ではないでしょうか。ではこのね、キーボードフォリオカバーとキーボードをつけた状態で測ってみましょう。合計の重量ですね、はい、でこちらが1300g と、まあ、1.3kg と、まあ、キッチンスケールなので参考値ですけれどもなりました。ちょっと重いかな、やっぱりな。13インチのモバイルノート、まあ、3対2じゃないにしても、まあ、14インチでも 1.1kg とか当たり前ですから、このいわゆるこの Surface Pro スタイルのノートって 2-in-1 としてね使えるのは非常に嬉しいんですが、決して軽くないんですよ。この点は購入される時には注意をした方がいいと思います。それではベンチマークをご覧いただきましょう。気になる CPU はですね、こちらに書いてありますけれども、Core i7 の 1250U です。もしくは選択で Core i5 の 1230U が選べます。どちらにしろ U プロセッサー、12世代の U プロセッサーですね。まあそろそろ13世代が出てくるので、ちょっとね、
これから買うのどうかなって感じありますけれども、13世代と12世代ってそんなにねステップアップ大きいわけではないので、価格が妥当だったら僕は買うの全然ありだと思います。で、注意していただきたいのは U プロセッサーだということです。 U プロセッサーでもこの Core i7 の 1250U はですね、もう性能これ見れば分かりますけど、ライトユースだったら十分です。このパソコンで 4K 動画の編集をするとかっていう用途はあんまり考えづらいと僕は思ってますので、まあ一般的にね、オフィス、ワードやエクセルを使ったり、ブラウザを見たり、パワーポイントでプレゼンをするのであれば、もうこの性能だったら十分かなと思います。ただ僕だったら下のモデル、Core i5 の 1230U は選ばないかなと思いますね。上のモデル、Core i7 を選ぶと思います。では気になる温度をね、ちょっと計測してみましょう。はい、この辺ですね。ディスプレイの左上のあたりが一番温度高くなりますけれども、それでもね、44度ぐらいですかね。かなり全体的に温度低めです。この辺がね、一番暖かくなりますね。はい。で、手で触るとちょっとね、暑いなって感じるので、ちょっと温度の高めのお風呂ぐらいの温度になります。で、これね、普通のパソコンだったら45度、6度ぐらいいきますかね。普通のパソコンだったらもう何の問題もないんですが、いかんせんタッチが必要じゃないですか。ゲームとかでこの位置をボタンに持ってきちゃうとかなり熱く感じるので、そこは注意が必要です。はい、拡張性はですね、今こちらにね AC アダプターつないでますが、タイプ C が2個のみです。ただこの2個ともにですね、これサンダーボルト4ですね、外部ディスプレイの出力もできますし、このね XPS13 2-in-1 自体の充電にも利用します。ですから充電してるとまあ1個しか使えないという形になります。それではですね、4K モニターをちょっとつないでみたいと思います。こちら 15.6 インチのね、モバイルモニター 4K ですね。つないでみます。はい、今接続しました。無事表示されるでしょうか。はい、表示されました。色合いだいぶ違いますけど、色合いはね、調整で同じようにできるので、はい、問題ないと思います。4K なのでやっぱりとってもね、綺麗ですけれども、こちらもね、3K あるので、3K、4K 並べると、ほぼ、解像度というか緻密さは同じぐらいですかね。非常に綺麗ですし、こんな使い方もできます。それではスピーカーもチェックしていただきましょう。僕のセカンドチャンネルのオープニングの音をいつものように聞いていきます。で、僕はですね、もちろん目の前で聞いているのですが、皆さんは僕のピンマイク越しになるので、音というよりはね、コメント、僕と藤原くんのコメントを参考にしてほしいと思います。それではスタートします。薄型なんでね、どうでしょうかね。こんにちは、戸田悟ビゼへようこそ。こちらのチャンネルは僕のセカンドチャンネル。これね、音はめちゃくちゃいいです。ボリュームはそこまででもないんですが、音質音量ともに個人的にはね、文句なしだと思います。MAX オーディオを搭載してます。プロスマートアンプ搭載ステレオスピーカー 2W2W の 4W となってますが、いい音だよね。そうですね、立体感もすごくあるしね。この薄型ボディにしては、音はね、本当にこのボディにしては満点つけたいと思います。ノートパソコン一般と比べても70点以上音に関してはつけられると思います。とってもいい音でした。ちょっと気になるのがバッテリー駆動時間ですよね。今ね、ちょうど充電しながら動画を撮っていますけれども、 Core i5 のモデルで Netflix が9時間、 Core i7 だと8時間、ただしキーボードつけてるとそれぞれ7時間、ちょっと短いかな。モバイルマーク18のベンチでは、これメーカーさんから聞いたんですけど、ちょっとね、数値が逆転するんですが、Core i5 で9時間、Core i7 で11時間。で、キーボードつけるとですね、Core i5 で8時間、Core i7 で9時間。まあ、普通に使って僕なんかは輝度上げちゃうんで、多分4、5時間かなと思います。ちょっとバッテリー駆動時間は短いなと、残念に思います。さすがにですね、上位モデルの XPS シリーズらしいですよね。キーボードきちんと日本語のキーボードになってますよね。配列もまあこの形ね、タイル状のキーボードにしては配列も僕はね悪くないと思います。で、打ってみたんですが、ストロークこそ浅め、これ 1.4 か 1.5 ミリぐらいかな、ストロークなんですけど、なかなかね軽めで打ちやすいキーボードでした。まあパチパチって感じなんですけれども、僕としては非常に打ちやすいなと思いました。スペースキーも大きいですしね、この辺のねキーもね、やっぱりね小さすぎるっていう気があんまりないんですよ。あんまりこう圧縮されてる感じもなく、非常にキーボードはね打ちやすいと思いました。残念なのがちょっとね、こう上がってくれ、後ろがね上がってくれるといいんですけれども、そこがねちょっと残念だと思いましたけれども、キーボードはまあ合格ではないでしょうか。このボディにしてはいいと思います。はい、標準で付属するペンですね、こちらの書き味もチェックしてみましょう。ほとんどね遅れることないですね。色を変えても遅れません。
消しゴムも、はい、ボタンを押すとさまざまな、機能が割り当てることもできます。消しゴムにもなりますね。で上のボタンを押すと、はい、こんな形で範囲指定とかもできます。はい、ペンは上々です。遅れは気になりませんでした。それでは点数で評価していきましょう。デルの XPS13 2-in-1 ですが、価格はですね、 Core i7 の最小構成、Core i7-1250U にですね、16メモリーに2ゴロのストレージで218,980円なんですよ。サーフェイスと比べても3万円ぐらいは安いかなと思います。最近パソコン値上がりしてるので価格は妥当だと思います。その上で僕は67点をつけたいと思います。ディスプレイが非常に美しく、キーボードも打ちやすいのが非常に高く評価したポイントですね。3対2も使い勝手良好ですね。重量がもうちょっと軽くしてほしいのと、それからバッテリー駆動時間がやや短いのがネガティブなポイントで、もう一つメモリーがね、16しか選べないんですよ。32が選べないのがちょっと残念かなということで70点つきませんでしたが、製品としてはかなりいいと思います。67点は高得点だと思っております。以上、デルの XPS13 2-in-1 紹介しました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。またですね、メンバーシップに加入していただきますと、戸田悟ファンクラブに無料でご招待いたします。でこの戸田悟ファンクラブでは毎月僕がレビューした製品の中からいくつかをですね、無料でもちろんですけれどもね、プレゼントしておりますので、ぜひ抽選になりますけれどもね、ぜひふるってご応募ください。ご参加ください。お待ちしております。さらにセカンドチャンネル戸田悟ビズではビジネスセミナーを僕がねずっと喋ってるので、お前の喋りもうちょっと聞いてもいいよっていう方はですね、ぜひ、見てみてください。さらに三つ胸チャンネル、これはメンバーと一緒に進めてます。クロームブックチャンネルです。クロームブックについてね、いろいろと解説しております。これから入門される方、新学期等で使われる方にもおすすめのチャンネルとなっておりますので、ぜひこちらもご覧ください。よろしくお願いします。